こんばんは、平井弘明です。今回はですね、レッスンとかではないんですが、クラブセッティングについて僕のセッティングをですね、紹介していきたいと思います。平井弘明のワンナップゴルフ。まずウェッジからいきましょうかね。ウェッジはクリーブランドです。クリーブランドのプレシジョンフォージド58度と52度を使ってます。ロフト変えてないで、そのまま52、58で使ってます。で、シャフトがですね、 NS プロの P13 っていうシャフトです。これめちゃくちゃいいです。めっちゃくちゃいい。これ登録もお気に入りなんです。で、アイアンがですね、スリクソンの Z765 のJS。 絶対見えないよね。を使ってます。これもめちゃくちゃ優しいです。あ、見える。見えます。うん、ダコン、ダコン見える。いいっすね、こういうの。関係ねえか。そうだ、スペックじゃない。で、このアイアンがピッチングから、5番アイアンまで入ってます。で、4番アイアンは難しいんで使ってないんですけども、4番のアイアン型ユーティリティ入れてます。23度の4番ユーティリティで、これが ZU65 です。これもシャフト一緒です。 NS プロのP13 です。これほんといいシャフトだと思います。めっちゃくちゃ打ちやすいです。これ球が浮いてくれて、ただ浮くシャフトとかクラブって球軽くなるんですけど、一切軽くなんなくて、強い弾道というか、いい弾道が打てて球が浮いてくれるシャフトなんで、僕はすごく大好きなシャフトですね。で、ウェッジなんかもすごいスピンが入ります。で、スピンが入ってちゃんと止まってくれるんですけど、ウェッジの時にすごくいいなと思うのが、飛んでく球が遅い。理想です。めちゃくちゃいい。グラムは118グラムぐらいですね。なんでそんな重くも軽くもないっていうか、今多分平均ぐらいというか、一番オーソドックスな重さぐらいのシャフトだと思います。なんで本当万人受けしそうなシャフトですね。売ってないんですけど。ユーティリティはですね、すごい僕これ顔が気に入ってるやつで、スリクソンの ZH45 の3番使ってます。これめっちゃくちゃ顔いいんですよ。座りもいいし顔もいい。フェースこんな感じですね。本当に色も形もオーソドックスなんで、印象、こういうクラブのこの印象が強いとか、そういうのが一切ないんですよ。変に主張してないというか、オーソドックスなヘッドです。で、シャフトがグラファイトデザインの UT85X。 これもまためちゃくちゃいい。あの強い弾道もブワッてちょっと吹けるような弾道も両方打ちやすいシャフトです。これめちゃくちゃいいです。打ってないですけど。賞金ないよ、大体そうする。あの、ごめんなさい、R と S はあります。はい。あの、別に売ってないのが好きなんじゃなくて、いいものが好きなだけです。はい。次に5番ウッド、これもさっきのユーティリティシリーズと同じ種類で、スリクソンの ZF45 ツアーっていう5番ウッド18度ですね。こういうヘッドです。これがですね、めっちゃくちゃ小顔なんですよ。音もめちゃくちゃ良くて、打感が非常にソフトで、シャフトがですね、 DI の6の S シャフトです。で、バランスがこれ D1 なんです。もう僕58以外全部 D1 で、58度だけ D0 っていうバランスに組んであります。で、この5番ウッドのいいところは、もちろん5番ウッドなんですけど、アイアンっぽく打てる。打ち込んだりも上げに行ったりも、スライス、フックがすごく打ちやすいウッドです。これめちゃくちゃおすすめです。4番までしかないのかな、確か。おすすめじゃないじゃん。でも
これの3番は売ってます。3番売ってます。はい。おすすめする意味ないじゃん。でもあの別にこれじゃなくていいんですけど、ちっちゃいクリークがいいっていう理由が、やっぱりクリークっていろいろ球を遊ぶんですよ。遊ぶって曲げたりとかいじることがちっちゃいヘッドだとやりやすいんですね。なのでこういう小さいヘッドを好んで使ってます。なんで別にこのモデルがいいとかじゃなくて、小顔の5番ウッドとかを見つけて打っていただくと、すごいそれが多分分かっていただけると思います。で逆に3番ウッドは僕は何もしたくないんで、めっちゃくちゃでかいんですよ。これも同じシリーズのスリークソン ZF45 のさっきツアーだったと思うんですけど、これはツアーじゃない、ノーマルの方です。なんですごいヘッドも大きくて優しいですね。で3番の15度です。でフェースがすごい薄いんですよ。薄くて球が浮きやすい。3番ウッドってただでさえ難しいのに、球が浮かなかったら余計なんかいろいろやりたくなっちゃって面白くなくなっちゃうクラブの一つなんで、本当にいつ打っても当たるようなクラブを選んで使ってます。でこれはシャフトは先ほどと一緒、グラファイトデザインの DI の今度5ですね、5の S、 さっきより軽いですね。これすごくいいです。変な動きしないんで、余計な動きしないというか、なんか自己主張の少ないシャフトなんで、すごくヘアウェイウッドなんかに僕は好き好んで入れて使ってます。うん、これすごくいいですね。いつも撮影の時にこれも使ってる、スリクソンの ZX7 っていう今一番新しいモデルかもしれないですね。うん、これここにウェイトが2つついてるんですよ。でこっち僕 4g 入れてるんですけど、こっちは0、なんかダミーみたいな感じでした。裏にグラム書いてなかったです。ロフトが 9.5 ですね。 9.5 でシャフトがグラファテデザインの TP の5の S です。これめちゃくちゃいいシャフトっす。これもその DI ほど動かないってわけじゃないんですよ。意外とポンとこうボールを押してくれるんですけど、すごくその中でも一番動きが少ないかなっていう印象は僕はあります。なんで暴れづらいというか、タイミングがすごく取りやすいシャフトなので、この 50g 台のシャフトをドライバーに入れてから一番長く使ってるかもしれないですね。あとは PT っていうシャフトもあるんですけど、それも5の S を結構使ってます。その2つが多いかもしれないですね。でドライバーの長さが45インチで、バランス D1 です。で3番ウッドが 42.75 インチ、5番ウッドが 41.75 インチっていう感じです、セッティングとしては。でパターなんですけど、パターはスコッティ・キャメロンですね、ニューポート2です。ドットになってますね、サイトドット。めちゃくちゃ顔いいんですよこれね、コブちゃん。これいいです。これ34インチで、グリップがダンシングキャメロンってやつですね。うん、これ細くていいですよ。すごく打感が柔らかくてすごく打ちやすいんですけど、ここですね。これもいいです。すごく触り心地も最高です。いいですね。トゥーロンです。トゥーロン、トゥーオデッセイのトゥーロンパター、いろいろと違う部分があると思うんですけども、見せらんない。いいのかな。いいよね。サンディエゴ。普通ここにウェイトプレートがついてるんですよ。それないです。で、ここにサンディエゴって普通書いてあるんですけど、サンプロト。何それ。これでそのトゥーロンってここのトップブレード、ここのトップブレードがこう真っ平らなんだよね。うん、だけどこれこう丸くなってるじゃない、こう、うん、それも多分違うのかな。これめっちゃくちゃいいスタカン。あと音もいいです。あの程よくキーンってチーンっていう感じの音がする。やっぱり、ね、多少音鳴った方が僕は好きなんで、すごくいいです。あと色もよく見るトゥーロンって本当にめちゃくちゃ銀色なんですよ。でこのトゥーロンはちょっと金っぽいゴールドっぽい銀
なんですごく何ていうんですか、眩しくないというかいいですね。すごく気に入ってます。なんでこれいいっすよ、トゥーロン。フェイスもこう細かいミーリングがついてて、うん、すごくいいです本当に。うん、イオミック、イオミックなんですよ。イオミックのオデッセイのロゴのグリップですね。で僕個人的に緑好きなんで緑入れてもらいました。これいい、大好きです。ワンナップカラーいい、そうワンナップカラーいいね。そうです。で、グローブは23センチです。グローブ23センチ。なんかあれかな、クラブスマレット型ね、あの車にあるワンラップゴルフのタイトルコールの時にあの登録君が編集で今度違うパターでコロンって入るやつ 見ました。あれの時パター使ってるのマレット型なんですけど、うん、そう、あのパターも結構好きで使ってます、うん、あれもすごくいいんですよ。あれ今のこれは今のセッティング、そう、試合で出たことは変わってんの？そう、あ、試合出てたセッティングも撮ろうかな今度、うん、どれだけ違うかっていう。全然違うんだ。全然違う、ほんとね、